ちょっと格論的な話にしたいと思うんですけど、はい、ちょっとまずご自身お一人一人の構わないんですけど、自分の具体的な勉強方法で、俺これ優れた勉強方法だと、もしくは、うん、自分がすごい一生懸命やった、もしくはこれはすごい自分だけの勉強、もしくは、うん、すごい聞いた勉強なんかあれば皆さんにちょっと教えてあげたいので、なんか言ってやってください。はい、じゃあお願いします。私からですか、うん、ですね、あ、もう科目ごと、もう科目ごとに何でもいいです、本当に格論的な話に、もう具体的な話にしてください。そうですね、私は、まあ、その根本先生 の、 そのパーローのテキストすごい全部好きなんですけど、うん、特に、まあ、民法と会社法、うん、ちょっと今ちょっと画面出しましょう、はい、いや民法と会社法がすごい好きで、特に民法は、まあ、今年度から、あ、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、これぐらいなのかな、うん、すいません、どうぞ、はい、まあ、今年度からの改正があったので、あ、試験で、で、この全部改正のところの条文、あ、改正じゃなくて全て条文が載ってるんですよ、民法が、うん、で、あ、大丈夫ですか、どうぞどうぞ、ちょっと、でもその改正のところを、ま、あの先生がお話ししてくれるから、うん、説明してくれるから、そこをメインに年内やって、うん、で、あとはあの、そうですね、なんて言えばいいんだろう、そうですね、あの、で、その授業が終わった後は、うん、もうその改正だけをもうとにかく自分でずっと繰り返して、うん、年内は本当改正のところしかやってなかったですね、うん、あとどうしたらいいですか、なんかもっと面白いところがいいですかね、面白いところがいいですか、ちなみにこう色つけてるなんか理由あります、色とかコメントとかっていうなんか決まりあります、そうですね、あの先生はあの特にマークシーってしないじゃないですか、で、自分の中で、あ、そうなのかっていうところをマークしろって先生がお話ししてたので、多分あの上等禁止が上等制限になったっていうんで、うん、多分制限にしたんだと思うんですけど、うんうん、あと私個人的にあの色鉛筆って、あの鉛筆シャーペンじゃなくて、うん、青い、うん、青の方が目立つし、だけど赤だと目立ちすぎるし、うん、みたいな、あ、なるほどね、目立つけど目立ちすぎないってことね、うん、で心が安らぐ青、あ、なるほどそれでやってましたね、民法は、まあ、特に、うん、あ、ごめんなさい、民法はこんなもんなんですけど、ちなみにごめんなさい、あと、はい、付箋をつけてる中にあります、これですか、うん、ところどころの付箋は何かあります、理由は、あの間違えたやつですね、この債務引き受けだったら、うん、あの併存的債務引き受け、うん、これあれですね、通知不要じゃないですか、うん、そうね、これ当連だかなんかで何回か間違えたんですね、うん、で、これ多分色は多分意味ないんですよ、私、あ、めんどくさいんで、うん、多分何回か間違えたやつはやっぱ赤、あ、これは赤ですね、赤で通知不要って書いて、うん、付箋貼って、なるほどね、うん、で結構その付箋の数もそこまで多くないけど少なくもないですよね、見た感じ、そうですね、あのそんなに、さすがにやっぱ5年目だったので、うん、そこまで間違いないし、うん、あのやっぱいっぱい貼っちゃう人いるじゃないですか、いますね、います、います、います、そうするとなんかもうわけわかんなくなっちゃうんで、もう私はもうここは絶対間違えちゃうとか自分で注意するものだけしかは貼らなかったですね、うんうん、なるほどね、うん、あ、じゃあもう一つの科目の方、あ、はい、うん、あの民法はこんなもんなんですけど、はいはい、ちなみにこの表紙があったの猫は何かありますか、あ、これは猫があのテキストかじっちゃいまして本当に猫なんですね、本当に猫でかじっちゃったからこう補強して猫なんです、なるほどね、あ、でもこれ安らぎました、 あ、ここにも、はい、こっちにも猫が、そこもやっぱかじられた感じですか、これもかじられました、かじられるんですね、かじられます、はい、あ、で会社法なんですけど、私もともと会社法はすごい得意だったんですけど、先生のこの表、はいはいはい、48ページが好きなんですけど、あ、これこれこれ、はいはいはい、はい、これがもう私本当におすすめです、はいはいはい、あ、おすすめ、うん、これすごいですよね、いろいろまあ泣きながら作ったりとかいろんなものを持ってきたりとかしましたからね、このあたりは、この種類株、うん、単一と種類株式、どこの種類株主総会が必要かってやつ、これはもう私今ちょっと忘れちゃいましたけど今忘れちゃったんですけど、もう当時はもう表、あ、写真みたいな感じで覚えてました、で全部そうですね、あの先生があの暗記、あ、そう、そうそう、先生の暗記マーク、そうそうそう、表のねタイトルのところに入れてるんですが、多分これは入れてないか、これですかね、例えばこれ、そうそう、うん、ちょっともう少し色を下げてます、はい、そうそう、あのね、場所なんか指かなんかさしてもらってますか、そうそうそう、表のところにこうやって暗記っていうマークをつけて、これはもう隠し入れるようにしなさいと、
って言ったものとそうじゃないものを入れて、もう理解すればいいものとそうじゃないものを分けたつもりだったんですよね。そうですね、うん、先生があの特に会社法はもともと過去問も少ないじゃないですか、うん、で先生はあの特に会社法なのか、あそれは私は特に会社法にしてたんですけど、うん、もうテキストでインプットとアウトプットを完成してました、うん、もうそれでそれ以外はやってなかったですね。やっぱこの付箋のところの間違えたところは中心になりますかね。そうですね、多分そうですね、うん、あそうですね、この、うん、まあすごい基礎的なものなんですけど、うんまあ、取締役会のやつで特別の利害関係を有するものが決議に変わる、うん、あこれなんで間違えたんだろう、うん、今なんで間違えたのか分かんないですけど普通間違えないね、そこの辺りね。でも貼ってありますね、今ちょっと謎ですね。で間違えてるんですよ多分昔ね、昔多分間違えたんですね。あとなんか大きい付箋があって、うん、あこれはともう不得意だったんで、この役員等の任務期待責任、これでも不得意だったけど、もう最後固めましたね私。でも出たのかな、うん、覚えてないですけど。多分出てると思いたい。もうそのくらいやりました。そうですね。はい、いや実はねこのテキスト自体ってもともとあれなんですよね、はい。私が受験生の時からあった表なんですよ。あのもちろん種類あの総括その表は違いますよ。すごい。でももともとこのテキストでパーフェクトロイヤー講座ってその前身が卓越データファインディングってやつで、多分ね、うん、平成 2,3 年頃からあるやつなんですよ。古いですね。それをどんどん改良に改良を加えてって、はい、今こんな感じになってるってやつなんですよね。あそうなんですか。そう、あ私がこれ加えてほしいってやつなんですよ。うん、この事業譲渡、うん、事業譲渡自分で作りました私。そうそういうのいいと思う。そういうの自分で作るのがいいと思う。で作って、うん、もうこれ先生にあの いつか使ってくださいって後で渡します。うん、あ分かりました。じゃあ後で渡します。そうね。自分で作りました。そういうのは、ね、嬉しいんですよ。はい、ここが足りないっていうのはね、私に考えると分からないんで。ああ。うん。じゃあ何かあります。何かあります。私は特にこの1年は、うん、自分と向き合うっていうことを。うんうん、あのメインに置きまして、うん、やはりちょっとあの成績はある程度このやっぱ長くやってると出てくる、うん、出てますね。ただやはりそのなぜ合格できないのか、うん、できっとやり方とかもまあ人それぞれあるし、自分のこの何でしょう、やる気がなくなった時とかの対処法を、うんうん、あの根本講師の授業の合間、うん、ちょっと始める前5分ぐらいとか、うん、あとは年末前とかに、うん、あの休んでくださいみたいな、うん、とりあえずここで一回休みましょうとか、うん、そういう話小話を、うん、あのまあ、参考にさせていただいて、うん、特に一番印象に残ってるのが、民法の、過去問集、うん、過去問集っていうことをそのやりきるのって難しいですよね、うん、みたいな話をしてて、うん、じゃあテキストに全部書いてあるじゃん、うん、じゃあこっち読めばいいんじゃないのみたいな話を、うん、まあこういう人もいます、うん、みたいな参考程度に話していただいて、うん、それが自分の中で、うん、やはり自分の中で時間がかかるし、うん、そのやった感というか達成感もなく、うん、ただ過去問を回すっていうのが苦手だなっていうのを改めてそのこの1年考えて、あじゃあこういうテキストベースで、まあ、一問一答形式の、うん、補助レジュメで、うん、あの改正論点だけこうまとめていただいた資料があるんですけども、うん、それを中心に改正は、うん、あの対応して、うん、でやっぱりその長年やってるのと新しい知識をこう入れ替える作業を特にその民法はメインにやってて、それがすごい自分の中で合ってたなと今は実感してます。そうですよね。本当にところどころ1ヶ月に1回ぐらいでなんか来ますもんね。そうですね。うんっていう話なんてこう思ってるんですけど、うんそうだねとって思いながらも、ああそういうんでこの人こういうふうにない、この方向に悩んでんだなって思って、あのまあそのこういう返事がいいかなっていうふうな返事をするんですけど、やっぱそれも何回も話していた方がすごい分かるので、だんだん返事の仕方がだんだん自分も上手くなってきたなって感じがしたんですよね。やっぱり1回だけだとやっぱり分からないんですよね、うん、だから何回も来てくれてそれはすごい助かったなって感じがします。結構あのいろいろ相談来ていただいてますよね。いや私はなんかあんまりそうあれですよね、質問ですよね。そう、質問とか相談というか愚痴というか愚痴でもなんか先生いいですか、ぶっちゃけて。どうぞ。いいんですよ、危ないと切りますから。なんか須藤さんにはすごい優しく、うん、なんかこうアドバイスして
いたらしいのを最近聞いたんですけど、私にはすっごいなんか冷たかったじゃないですか。冷たいって言うのと厳しさ違いますよ。いやいや、もう冷たくて、あの4回目の試験、言っていいですか、試験が終わった後に択一午前午後、まあ、あの記述も基準点ギリギリで先生に報告した、言ったら爪が甘かったとしか言いようがないって言われて、そりゃ多分ね、庭はね、そう、ところどころ痛かったんですよ、全部は絶対に。いや全部は絶対に、いや本当に切り取りです、それは切り取り。いや私もそのそれがもうフラッシュバックでずっと流れて爪が甘かったとしか言いようがないって言われて、本当にここだもういいですか、一体、本当に腹が立っちゃって、1週間本当に腹が立って、日記に殴りかけ書いて、いやいや笑い事じゃないですよ。そんでなんかもう本当に腹が立ったんですけど、なんかね1週間経ったんですよ。1週間経ったらふと思ったんですよ、あ、爪をちゃんと詰めたら、あ、うるくんじゃない、詰めたら合格できるんだなって思ったんですよ、でなんかでもう先生の顔も二度と見たくないと思って、もうパールを取りました。おかしいよね、それ逆に二度と見たくない、なんで受けるんだよ。いやそれみんなに言われるんですけど、やっぱちょっとなんかおかしいんですか、なんかもう絶対二度と見たくないから、そういうなんかこう心を奮い立たせるためにパールを取って、あ、ちょっと後で話す、いいのかこれ、どうぞどうぞ、これです、あ、これ、あ、どうぞ、はい、この合格ゾーンに挟まっている、各科目に挟まっているであろう、この先生の写真、怒ってますね、写真をあの机の上に置いて、毎日朝から晩まで勉強しましたよ、危ないじゃないですか、完全に危ない人間ですそれ、危ないですよこれは、もう完全にヤバい人間ですそれ危ないですよ、もっと危ない話していいですか、どうぞ、だから危ないから切りますからそれ初めそれあの机の上だけだったんですよ、それがこのなんか次第にこう延長期間があったじゃないですか、で延長期間の時にそうですね、もう途中からなんか枕元とかに置いちゃって、ダメじゃないですかこれですよ、これは枕元、私のここですよ、病んでますよこれ完全に、あ、ここそう本当にこ、あ、先生おやすみなさいみたいな感じで枕元に置いて、で朝起きるじゃないですか、で先生おはようございますってなって、ああそうだ起きなきゃと思って、あの二度寝とかも絶対しないですね、もうこの顔見たくないから、なんでさ見たくないの、なんで枕元置くんだなんかわかんないですね、本当だよね、いやでもちょっとすごく印象持ってるのが、多分あれ初めて会った時の受験の時だっけな、なんかの時で受験のギリギリのところで、ごめんなさい、もし危なかったら聞きますんで、あのご病気で指示されますよね、そうなんですよ、4回目、それがねすごいなんかもう衝撃で、その手術と受験勉強っていうのをやってるっていうのは、この人本当強いんだなって思いました。普通その2つって両立しないんですよね、だって、あ、ごめんなさい、詳しい言われてもらえないけど、全然あの大したことないんで、だってどう見ても簡単な手術じゃなさそうに見えたんですよね、そうですね、あの4回目の本試験の1ヶ月前に入院手術しました、ですよね、その話を聞いてすごいなと思いました、これはでもその、あの試験が終わった後に、爪が甘かったとしか言いようがないって言いましたよね、多分ね、もし言ったとしたらあのね、なんだこう突き放すという気持ちというよりも、多分他の方法があるってことを言いたいんだと思うんですよ、あの受験が終わって、あのね、こう追い打ちをかけるような言葉っていうのはあまり言わない方なんですよ、もしあるとしたらその希望が見える方ところは何かないかなと、っていうところで話を聞いてって、でその時に多分その直前期の話とか聞いた時に、もうちょっと詰められたんじゃないのと、はい、そうだと思いますっていう思いだと思う、はい、誰に何を言ったか覚えてないんでもうあでもある意味まあ、どのような状況であれ本当の意味で詰められてたら、てか逆にそれがと思いました、その手術の関係があったから爪がそこで詰められたらうまくできたんじゃないかと、あそうかもしれない、なんかその、あでも最後にあの大変だったねって先生は言ってくれたのかな、そこはちゃんと入れてくださいね、あの後ろから入れてください、これ入れないと俺完全悪人だからそこ切ってもらいたいですよねあでも確かにあ最後にフォローしてました、最後にフォローしたと思いたい、はい、思いたいけどやっぱりなんかいろんなことあのあとごめんなさいあの、多分結構厳しいことは言ったと思うんですよね、その過去問なんていうかな過去問のせいじゃないかとかなんか言ったりそうですね、あのいいですか言ってどうぞどうぞ、あの直前本当に延長で本当にまあ試験日がもう決まった時に決まった後ですかね、もう火曜これえこっちにしようあこれ
あ、そう、それで本当9月だから8月ぐらいですかね、うん、8月ぐらいに先生のところに行って、なんか私最近気づいたんですけど、過去問今までやってこなかったから落ちたんですかねって話、うん、先生に言ったら、うん、今まで落ちた理由を過去問のせいにするなってまた厳しいこと言われて、そんな風には言わないと思うんだよ、本当です、本当に言われて、うん、しかも直前1ヶ月で、うん、そんな普通なんか他の、うん、前日制の、うん、生徒さんにはすごい優しいアドバイスをしてて、うん、初級の方ね、それで、そう、それで私がその後質問したら、うん、質問っていうか、まあ、うん、過去問が今までやってこなかったからですかね、うん、って言ったら、うん、そんな過去問のせいにするなって、うん、なんかまた突き放されて、くっそーって思って、うん、もう絶対受かりたいって思いました、ね、枕元置いた人にまた突き放されてね、そう、でも本当に私言いましたよ、なんか全日制の人と私の態度が全然違いますって、うんうん、なんて言った俺、え、だってしょうがないじゃん、うん、多分そうだと思う、俺もそう思う、なんかなんだっけな、時間が違うんだよって、うん、そういう意味じゃない、それはまた別で、うん、全日制の方はやっぱり初学者の方っていうのは、うん、こちらの言ったことも全部鵜呑みにしちゃうんですよ、あ、ですごい鵜呑みにしちゃうから、もう下手なこと言っちゃうと悪いこと言っちゃうんですね、で一方長くかかってる方はやっぱ精神力も強いし、うん、あなたの場合はこちらは何言っても大丈夫だなとっていうのもあるし、あとやっぱ大きいのはあれなんですよ、特に長くかかってる方っていうのが、はい、自分の弱点はこれだと思っちゃうとこっちに逆に思いっきり振っちゃうんですよ、あ、そういうのあるかもしれない、ね、だそれに言ってほしくないんですよ、うん、だからもし時期に例えばそう思ってそうだね、じゃあ過去も頑張りなって言ったら多分ひたすら過去もばっかりになっちゃうんですよ、あ、そうかもしれません、それが怖いんですよね、ちょっとしたミスが自分の大弱点と思っちゃって、うん、そこに特化しちゃうんで、それなんだか止めようかとって思って、うん、言葉が過ぎたのかもしれません逆に須藤さんにはすごい優しいアドバイスそうですね、本当にそんなひどいこと言ってたごめんなさい、私が振っちゃいましたどうぞどうぞ、いや本当に特に受講前に私はあんまりその授業終わった後に質問だと、うん、その 4,5 人やっぱ先生人気だったのでいらっしゃって、なかなか自分では行けなかったので、授業始まる30分前ぐらいにはいるよっていうのをこうアナウンスしていただいて、でだいたい次のその講義の前にこう相談とか行って、うん、本当に何だろう、私は結構メンタル面があまりこうね、やっぱ長くやってて必ず受かんないといけないってこう自分の中でどんどんこう上げちゃってるタイプだったので、そこをなんか模試とかももうそんなに詰めんでやんなくていいよって、うん、模試だからみたいな、うん、そういうなんかちょっと優しいちょっと息抜きのこの言葉をいただいて、それが逆に自分の中で、すごいこの心にこう余裕というかができたなっていう印象です。なるほどね。本当だからそのこちらもやっぱり普通の人を視点を見ながら、あ、この人はこういう風に言った方がいいなとか、やっぱりそれはやっぱり考えては言っているつもりですよ。言ってるつもりですよ。なんかあと勉強方法なんかありますか？勉強方法だと、うん、これもちょっと今年変えたのは、うん、今まで1週間ベースでよくスケジュールを作る方、うん、まあ、私もそうだったんですけども、それを前3日だけを決めて、で後の3日は決めないで、で自分のやるべきこと、うん、やりたいことをやれたらいいなぐらいをこう大まかにこの週で分けてて、うんうん、それで、まあ、やるべきことはマスト、うん、で、まあ、大体前半に入れるんですけど、うん、で後半は、まあ、そこの中でもちょっと疑問に出たとか、うん、あ、ここの分野ちょっともうちょっとやりたいなっていうのをこう週の後にこう、まあ、書き足して、ちょっと参考になるかもしれない。スケジュールをこう、うん、まあ、Excel で作って、で先ほどおっしゃったようにやるべきことをこう上に書いて、うんうん、あ、この上っていうの、上のバツっていうのはやるべきことだね。あ、そうですね、はい、うん、でやりたいこととかもちょっと別の用紙に書いて、だいたい机の上にこう、うん、貼ってたんですけども、うん、でその中でこうバツバツバツってやってて、で途中のこの真ん中の黄色いライン、うん、黄色いラインが3日ですね、はい、で、うん、ここでこう
ここまでのスケジュール、結局スケジュールを立てるのも時間がかかっちゃうっていうのを、それを多分根本先生 の講義で話してて、あ、じゃあ取り入れてみようって言って半分 で半分以降はやりたいことで、やってないことをこうどん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 こう穴埋め でこれはちょうど、まあ、上の欄にこう13、12っていうのは、まあ、これ本試験までの、あ 9月、はい、9月なんですかね。そうですね、もう9月のもう超本当に直前期で、まあ、一応そうですね、こういう感じでまとめてやってました、うんうん、なるほどね。このにあと青い丸と、はい、あの赤い丸と赤い線とかって何か理由あります？あ、これ色は関係なくて、うん、丸は、やってないところですね。あ、入れたんだけどできないというか、うん、まあ、ちょっとなるほどなるほど、うん、をこう、まあ、可視化というか見やすくして、うん、まあ、自分がなるべく復習しやすいようにまとめてました、うんうん、なるほどね、うん、あ、じゃあそのじゃあこれは今年その今年取り入れたやり方だったのね。そうですね、はい、うん、なるほどね。今までは1週間、うん、ぎっちしこう、うん、1時間ごととか作ってたんですけど、うん、結局その時間がもったいないんじゃないかなと思って、うん、でこの、まあ、20日の一番下に見ていただくと、うん、こうリスケって言って、うん、まあ、リスケジュールでこう自分で大体この時間にいつもこう次の週のを考えてました、うん、3日まで、うん、はい、うん、やりきるぞって心から、ね、一番最後の一秒ですね。やるべきことを着実にとこの頃にありますね。そうですね、次のページは次の週ってこと。次はそうですね、ここですね、うん、ちょっとこれはあれなんですけども、うん、ちょっと模試の話にもなってしまうんですけども、うん、これが本当に、試験1週間前で、うん、ちょうど本試験がここだったんですけども、うん、あのこれ×って書いてあるんですけど、はいはいはい、ここ一切勉強がほとんどできなくて、ほう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 、あのちょっと自分の中の体調を崩してしまって、うん、多分この前の週にこうオーバーワークじゃないけど、うん、結構頑張ってやって、よしよしいけるぞって思ったんですけど、うん、3日前ぐらいですね、本試験3日前ぐらいに体調崩して、うん、でちょうど根本先生のあのちょっと寝ながら見てて、うん、あの小言、YouTube かなんかの、あ、一人ごとですかな、はい、あ、そうですね、うん、はい、見ててちょっとまあゴロゴロしてんのもなと思って、うん、でもなんかやっぱ休めないといけない、うん、こう体調管理がこう一番この本試験、うん、今回の本試験には大事だよっていう話を 2,3 回目ぐらいでお話してて、うん、でそれを思い出してもうここまでやったし、うん、もうなんでしょう、もう体調が一番だと思って、だからもうなんか やったぞみたいな、うん、もうやってないんだけどやったぞみたいな感じで、うん、もうここはもうほとんど最後、うん、詰められなかったんですけども、うん、これは本試験の時にこう なる前にこう公開模試とかで先生が、まあ、あの模試のための準備とか、うん、模試のための勉強方法を私もちょっと3年目ぐらいまでやってたんですけど、うんうん、もう今年はもう模試は本当1週間の、うん、なんておさらい全部の科目ができる日みたいな、うん、もう気楽な感じで、うん、ただ当然合格点は狙っていく、うん、その習慣をこう何回もこうレックの当連から、うん、気づいてきたの うん、で今回本当にまあメンタル的にもちょっとやばいなっていう気持ちになったんですけども、まあ、ここで、模試のこう何でしょう、心構えが生きたなって、うん、これは本当に、まあ、今年の自分にとって一番のターニングポイントだった。あれですよね、こう準備しないで当連模試を受けたからこそ本番は準備できないけど、まあ、なんとかなんだろうとそうですね、本当にそれで、はい、なるほどな。なんか計画を立てるときに何かありましたか？いや、計画は、あ、まず計画から話してもいいですね、うん、まあ、直前3ヶ月、まあ、延長の後に、うん、まあ、本試験日が決まってからは、うん、もうこれはいいですか、運動先生が言ってたんですけど、うん、もう2日で2日で全科目、うん、ABAB ってしてて、うん、もう A の日 B の日ってやって、うん、まあ、それを私はなんかもう黙々とやってましたね。うん、ABAB 先ほど3日単位だったと思うんですけど、はい、何日単位で決めてました？私はいわゆる模試がない日だから、週7日だけど、うんうん、6日ですね、うん、6日で ABABAB、 あ、なるほど、6日単位のとこで、うん、そうですね、それで、うん、まあ、2週間で全回ししてました、うん、2週間で全回し、どれぐらいでした？私はそうですね、なんかどちらかというと科目は全回しするんですけども、うん、
そんなあの全網羅的にはできなかったので、そこの面で私が年明けに撮った山手のローラー大作戦、ローラー大作戦は、一問一答形式 で、それをやったりしました。なるほど、はい、あの直前講座のやつですよね、それ確かね。あの結局なんか全部回すのなかなか難しいからこそ皆さんもやっぱ過去問に走ると思うんですよね。あれ普通に適当にやってれば一応全科目回せるじゃないですか全部。やでもそれがやっぱあるのかなって感じはします。だからその過去問演習を否定はしないけど、肯定するとしたらそういうところはいいんじゃないかなって感じはしますけど。